は以前受けてきたポルセード浜田 F2 リーグのセレクションの合否の方を発表したいと思います。で、結果から先にも発表しちゃうと合格させていただくことができました。ありがとうございます。で、今日、2月の11日になるんですけど、今日ちょっと仕事で立て込んでたので確認するのが今夜になっちゃってるんですが、昼前ですね、11時に代表の方から、ご連絡いただいて、メールでご連絡いただいてた形となります。で、指導日とか合流日においてはまだ決まってないので、まだちょっとはっきりといつ島根県の方に行くかは決めてないんですが、来シーズン、ポルセード浜田の方で、頑張れる機会をいただいたので、自分自身また新たに目標を持って頑張っていきたいなと思ってます。今回チャレンジして感じたことは、改めてこう1年間自分の目標に向かって頑張ってきてよかったなと思いました。今回は嬉しい報告をいただきましたけど、これが別に不合格であったとしても自分の中で後悔はなかったですし、また次新しい目標を決めて頑張れてたんじゃないかなと思います。で、今回挑戦するにあたっても、まあ、すごく応援してくれる人もいたら、そうじゃない人、まあ、29歳になって何してんのあんたみたいな感じで言う人もいて、まあ、そんな中で、まあ、自分自身はこう1回しかない人生、大切な時間を自分の好きなことにこう時間を当てるっていうのはすごく自分の中でも価値が高いことでありましたし、自分がこうやりたいなと思ったことをどうしても途中でこう投げ出すっていうか、やめちゃうことは自分自身の性格上できないので、まあこう今回のチャレンジは自分の中ですごく大きな決断でありましたし、こうこれからもしっかりと結果を出して、まあそういう風に言ってきた人をこう見返したいっていうか、そういう人にもこう逆にまた応援してもらいたいなっていう気持ちもあるので、頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。で、おそらく、合流まで1ヶ月半から2ヶ月ほどあるので、特に今の自分の課題となっているところですね、重点的に、アプローチしていきたいと思います。しっかりと体作りっていうところですね、ここをまずは、1ヶ月半から2ヶ月のある時間の中でしていきたいと思うので、ちょっと今日早速知り合いのパーソナルトレーナーさんに、連絡したので、みっちりとトレーニングして合流日までに体作っていきたいと思います。またその時のね、動画とかも、流していきながら、需要があったらそこもちょっとこう発信していきたいと思うので、引き続きよろしくお願いします。で、最後に2つお願いがありまして、1つ目は、もしこの自分の動画見ていただいて少しでも面白いなとか、こいつ面白いなみたいな感じで思ってもらったら、チャンネル登録していただくのと、あと1つですね、最後動画見終わった際に、高評価の方だけですね押していただくと、私のこう日々の、動画発信の、モチベーションにもなりますので、最後おまけでいいので高評価だけよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。